光さん、大韓民国建国初期の歴史学者であり、政治学者である。チェジュ島出身。大阪と半島人著者。中止祖は、清掃時代最後の87代半寸婦院であった、高徳宗。祖父は、家去の馬術試験で勝てる者が他にいなかったと、伝えられるほど、文武共に優れた李氏朝鮮王朝末期の管理、後継生。畑木。 高明の県館を歴任した人物でもある。高健さんは、いわば当時の名家出身者である。兄は、高院さん。チェジュ独立運動家で独立後、初代チェジュ島城山面の長であった。1921年5月1日、城山青年会創立。消費組合設立の件、労働や学解説の件をここで決議するなど早くから、 無産階級を視野に置いた政治活動を行っていた。その後日本に渡り、1927年3月に、早稲田大学政治経済学部を卒業。卒業後も、同大学院研究室に残り歴史研究を続けた。早稲田時代日本での貢献人は、高野ふ太郎と共に、日本の労働組合運動の源流となる職工吉友会を組織した。 沢田半之助。息子のように世話をしてくれたとある。後に、大阪に移住。この時期出版された著書が、大阪と半島人である。この中で綴った古代大阪のドライ人研究と、戦前の在日韓国、朝鮮人の様子は、現在も多くの歴史学者たちの参考文献となっている。1940年代に入ると、独自の、 行動哲学という御用学問を研究し、多数の論説を発表したため、現在、韓国の民族問題研究所新日派人名辞典の収録予定者名簿に入っている。しかし、日本植民地時代発行された著書を見る限りでは、民族啓蒙主義者である。事実、民族主義運動を韓国及び日本で組織的に行ったことから、 当時の日本政府当局に何度も投獄されている。独立直前、大阪でも政治犯として投獄中に脱獄。日本に家族を残した身で、韓国に戻る。帰国後は、ソウル市内の東国大学で教授。ソウル大学では、研究を続けながら、講師としても教壇に至った。ソウル大学当時の姿が、教え子であるアメリカユタ大学地理学名誉教授。 ジョンンン博士のアリラン気候に残されている韓国民謡アリランの研究でも有名な学者でもあった。1950年5月30日に行われた大韓民国第2回総選挙では、チェジュ道から無所属で出馬し落選。翌月6月25日に朝鮮戦争勃発し、その直後に行方不明となる。韓国ら致名簿には、 1950年8月25日、ソウル市内で北朝鮮人民軍に拉致と記載されている。しかし、当時発行された失踪届には、7月16日午後3時東国大学にて、北朝鮮人民軍にトラックに乗せられ拉致とある。その時、49歳であった。朝鮮戦争当時に北朝鮮に拉致され、生き残った知識人たちは戦後、 平城にある、近日清総合大学に集められたと、誠しやかに囁かれている。そして、その後彼らがどうなったのかは、現在に至っても知るよしもない。韓国のアリランの代表的な研究説とされる、アリラン基本6説の、うち一つ、アジロー説を唱えた人物。日本統治時代、このアジロー説に関する著書を何度も出版しようとしたが、 日本の検閲を通ることはなかった。1947年になって、ようやく、朝鮮新報社出版の朝鮮政治史の第4編で絵をに送り出すことができた。このアジロー説で、アリランは朝鮮時代初期に発生したものであるという見解を示した。それは、ヨーロッパルネサンス運動が、当時の清を経て、 朝鮮半島にも普及されたという独自の視点から出たものだった。アリランは民族の抵抗精神を主張する歌曲であると述べている。高麗王朝滅亡から朝鮮王朝の幕開けとなったこの時代、多くの血が流された液性革命への反骨精神がアリランの語源だという。この時、韓国全土では高麗王朝の血統本願、 会場王子の粛清が徹底的に行われていた。では、このアジローとは何かあとは喋らない、耳とは聞かない、ロウは聞こえない。このアジロウは、生きにくいよう生き抜くために、自ら話さず、耳は、塞いで何も聞かない聞こえないという意味を持つ。キム・ジヨンの、朝鮮と、朝鮮民謡割欄の中に出てくる言葉である。ここから教授の、 アジロ主義研究が始まった。この説をさらに深めるための資料文献を1921年、公衆で知り合いに提供してもらったが、日本の警察に没収されたという。アリランに出てくる峠とは、歴史的困難であり、アジロ主義は、この困難を乗り越えるための現実的、行動原則であった推測される。また、教授はこのアジロ主義は、 インドガンジーの無抵抗主義と同一でないと主張する。アジロー主義には、積極性がありその象徴が3.1独立、運動のような実質的行動にもつながったという。著書で教授は、次のように結論付けている。アジロー主義は、非暴力、非協同以上に、政治的価値があり、文化的にも進歩するほどにさらに輝きを増す。朝鮮、アジロ主義は、 ガンジーの無抵抗主義とは一線を画し、その根本に積極性があることが、さらなる価値なのだ。アジロー主義は、政治上偉大な存在であり、朝鮮政治史を、さらに進化させる文化的要素でもある。アジロー主義哲学とは平和主義哲学である。平和なくして、建設はなく、建設なくして文化はない、文化なくして幸福が訪れることもない。このことから、 我々韓国国民は真の平和の使いであり人類平和の指揮者であると私は思う。ありがとうございます。